国道178号起点京都府、舞鶴市大手交差点国道178号は、京都府舞鶴市から、鳥取県岩見郡岩見町に至る、一般国道である。京都府宮津市正治京都府の若狭湾に面する、舞鶴市の国道27号分域から、日本海側の海岸線に沿うように、若狭湾と丹後半島を周回し、兵庫県の豊岡市街地と経て、 鳥取県の最東端に位置する岩見町にある市、長谷山で鳥取県道328号福部岩見線と結ぶ延長約 197km の一般国道の路線で、主な通過地は、京都府宮津市、与佐郡与佐野町、稲町、京丹後市丹後町、網野町、久美浜町、兵庫県豊岡市、三方郡上町、新温泉町である。 舞鶴市内の起点、大手町交差点から八田交差点までの区間は、国道175号と徴用し、国道175号分起点の舞鶴市矢座、八田から終点、岩見町までの区間は、実演町部分でもある、単独区間である。このほか三方群加美町余る部には、支線が存在する。一般国道は、道路法の規定により、起点と終点が、 他の国道や公安、空港に接続して交通網を形成することが普通であるが、国道178号では終点の市瀬山で他の国道と接続していない。これは、かつて接続していた国道9号の市瀬山峠区間が市瀬山バイパスの開通に伴って県道へ移管されたためだが、このような場合は原道までの間が、 国道に指定されることが多く、全国に459本ある一般国道の中でも非常に珍しい路線となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。余部橋梁下を通過する国道178号原稿の道路法に基づく二級国道として1953年に初回指定された路線の一つである。 国道指定当初から、舞鶴鳥取線の路線名が付与されていたが、終点は、兵庫県木崎郡霞町から、現在の兵庫県道4号霞村岡線を、経由して、兵庫県三方郡車天村で、国道9号に至る路線として指定されていたほか、京都府与佐郡宮津町から道府熊野郡、久美浜町までの区間は、中郡峰山町をはじめ、 現在の国道312号を経由するものであった。終点が鳥取県に変更されたのは1970年のことで、木の崎郡霞町から三方郡村岡町の旧道は1971年10月に兵庫県道4号霞村岡線として認定された。また、1970年に新設された国道312号と宮津市から、 豊岡市までが、重複区間として設定されたが、1982年に、宮津市から、熊野郡久美浜町までの経路を、丹後半島内陸から海岸沿いの京都府主要、地方道16号宮津網の久美浜線経由都市、旧道は、国道312号が引き継いだ。俗に、稲葉と呼称される。養老稲バイパス、京都府与佐郡稲町に出場の入り、 バイパス、京都府与佐伊稲町かばの入国道176号との、重複京都府宮津市島崎。ありがとうございます。